の？うちらが？千里さんと真宙さんには殺し屋として生きるだけでなく社会に出て働いてもらいます。高校卒業したら次は社会人、まあ普通のことですね。大体うちら本業殺し屋なのに、なんでバイトなんかしなくちゃいけないんだろうね。ああいうのやりたくないからさ、殺し屋やってんのにさ。無理なんだよ一人じゃ、私何もできないんだよ。バイトクビになるし、増税するし、日本はダメだわ。ははーん、これちょっとヤバいやつだな。もう死にたい？家賃ってどうやって払うんだっけ？知らない。